どうもラオチンです。本日もドラゴンボールカカロットスイッチ版やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日は裏ボスに挑戦したいと思います。レベルは300、ベジットでやっていきます。ちょっと前戦った時は強かったんだよね。250だったんだもんね、その時は。でも今はね、限界突破してレベル300になってるので、いけるでしょうね。相手も確かそれぐらいのレベルなんで、250いけるでしょう。でもね、やっぱ裏ボスっていうだけあって、ビブス様よりも強かった気がするんだよね。おっしゃー、いいね。おう、ダメージは結構入る。あとこういう弾がカメハメハで消えるかどうかだよな。あんまり近寄りたくはない。ちょっと待って、攻撃力高い、攻撃力むちゃくちゃ高い。やば、おい、ちょっと減りすぎ、減りすぎ。やばい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 、強っ、これ強いわこいつ。おお、マジか。ある程度これ避けていかんとこれ無理だね。とてもじゃないけどダメージに耐えれない。おい、ビッグマアタック食らえ。おい、え、ちょっと待って、ダメージ食らいすぎじゃない？一発一発が重すぎる。ちょっと待って、次貧血で。おい、やば、なんかやばい。おい、おお、あっぶね。おお、あっぶー。おい、よっしゃ、やば、やばいやばい、絶対食らっちゃダメなやつ。おーっしゃ、あー、あぶねー。まあそういうのはね、まあまあまあ食らいはしないでしょう。くらい、よし、もうちょい。思った以上に強い、本当に。おう、攻撃もらえば多分死ぬもんね。あぶね、待て待て待て、いや、おいおい、うわー、ちょっと減りすぎ減りすぎ、何その攻撃怖っ。くらい、よっしゃー、もっと本気でやってほしいな。かなり強かった、びっくりした、こんな強かったか。攻撃力が異常。うん、ビルス様も攻撃力は高かったんだけど、これはちょっと異常だわ。一発食らえば半分ぐらい持っていかれるんで、一ゲージのね、これはやばい。はい、ということで、レベル300で裏ボス挑戦してみました。まあまあ勝てますね。でも油断をすると速攻でやられます。注意してください。ということで、またやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。